これから、リボンストーリーのインタビュー、娘インタビューっていうのを、井上さやちゃんにしたいと思います。お母さんのこと、いろいろ聞かせてください。よろしくお願いします。知らない。じゃあ、さやちゃんにとって、お母さんってどんな人ですか？大お丈母夫。さん、大事？大事な人？お母さん、大事な人ですね。ありがとう。じゃあね、5個質問していくんだけど、1個目はね、今、この瞬間に、パッて思い浮かぶお母さんとの会話とか、お話とか、思い出などって何かありますか？どんなお話したとか。なんかあるかな？いろいろ考えてみてる？どうかな？ハワイでの思い出、なんかありますか？お母さんとの。いっぱい考えてくれてるの？じゃあ、今日どんなお話ししましたか？お母さんと。何もしてないよね。そう？昨日は？何？あ、運動会運の動会の話？お話。お、運動会の話したの？楽しかったですか？どんな話か覚えてる？一緒にダンスした。一緒に何？ダンスした。そうなんだ。お母さんと一緒にダンスしたの。ダンス楽しかったですか？はい。ありがとうございます。じゃあ次の質問も聞いてみるけど、じゃあ、お母さんとの間で、ちょっとこれ嫌だったなーって思う、なんか思い出、なんかありますか？何考えてるのかな？なんだろう。泣いちゃったこととかある？最近お母さんとやりとりして。怒っちゃったこととか。何？なくない？な？お母さんと喧嘩したことありますか？毎回。あるの？どんな喧嘩したの？なんで喧嘩したんだ？今日は喧嘩した？してないじゃん。今日はしてない。今日は仲良ししたの？そっか。じゃあ最近は、仲良しなのかな？いいな。キツブ じゃあね、お母さんとの思い出で、
すっごい嬉しかったこと？何ですか？今まで生きてきた中でありますか？最近のでもいいし。絵本。これはこれ。お母さんといて、すごい楽しい時ってどんな時ですか？これ行ったとき。公園好きですか？お母さんと一緒に公園行くの？それが一番楽しいのかな、最近。他にはありますか？応援と何かあったら聞かせてください。そんなくらいかな、とりあえず。思い出したらじゃあ聞かせてください。緊張してる？大丈夫？じゃあね、次の質問いきます。じゃあお母さんとは、どんな関係になりたいですか？難しいかな、この質問。どんな、そうだね、関係って何て言うんだろう。ちょっと待ってね。お母さんの好きなところはどこですか？教えて。いっぱい思い浮かんでるの？好きなところ。いろいろあるのかな？お母さんのことは、なんて呼んでるの？ママ。ママか。ママの好きなとこ。一番好きなとこ。今、なんか思い浮かぶ？これ好き？みたい優しいところ。な。おー、ママ優しいところ好き？どういうとき優しいなって思ったの？今日思った？優しいな。いつも持ってんのかな？美味しいご飯とか作ってくれたり？じゃあお母さんになんかしてほしいことありますか？こういうことしてほしいなって。お願い事。手まぐしたい。もう一回、なんて言ったの？手まぐしたい。山伏隊？手まぐしたい。何かしたい。何をしたいって言ってるのかな？絵描きたい。絵の具？ああ、絵の具したいのね。絵を描きたいんだ。じゃお母さんにね、一緒に絵の具描きたいって言ってね、やれるといいね。はい。絵の具楽しそう。絵描くの好きですか？じゃあね、お母さんに何かもっと言いたいこととか、何かありますか？ うん。今の気持ちは？さやちゃん、今の気持ちは、どんな気持ちなんですかね？お母さんのことをいっぱい聞かれてどんな気持ちですか？なんかすごい笑顔がいいね。お母さん大好きですか？ありがとうございます。じゃあ。
なんかその笑顔で、お母さんが大好きっていうのがなんかすごく言葉じゃなくてなんか表情とかね、動きからすごく伝わってきました。またね、今6歳だっけ？また今度、インタビューしてもいいですか？はい。また今度聞かせてください。なんかまた違うことがいっぱい出てくると思うので、それを楽しみにしたいと思います。じゃあ今日は、井上さやちゃんに、リボンストーリーの娘インタビューさせていただきました。他になんか言いたいことありますか？最後に。大丈夫？ じゃあ、終わりにするので、バイバイって。バイバイ。ありがとうございます。でした。